ことぶきみなこのパンパンマジことぶきということで、皆様こんにちは。ロックダウンが終わって最初に来たかった場所にやってきました。その場所はこちらです。ちゃ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 ー、マジことぶき、ジャストアモーメントプリーズ。わかる人はわかるかな。ということで、映画軽音の舞台にもなったカフェなんです。もうすっごく楽しみにここにやってきたんですけれども、ちらちら見えていた方もいるかも。残念ながら今日はお休みでした。というのも、やはりロックダウンが明けてから営業を再開するってなっても、人数制限があったりとかして、なかなかね、通常通りにはお店を運営できないということで、夜の営業をしてるのはチェックしてたんですね、すでに。なので朝もやってたらいいなーって。ただ自分で連絡でコンタクトを取らない限りはわからなかったです。本来であれば朝からモーニング営業をしてるお店なんですけど、残念ながら今はちょっとやってないみたいです。うー、悔しい。慶応のキャラクターたちのシーンで映ってたのはこの外観なので、外観で今日は外観メインでいきたいと思います。で、改めてね、また中には訪れたいなと思いますが、外観はこんな感じです。おー、今ちょっとクリスマス期間なのでクリスマスデコレーションもありますが、本来であればこの手前にテラス席があったりします。映画の中ではこんな感じの画角かな。みんなが外にあるメニューを見ながら、どうする、入るみたいな相談をしてるのかなっていう想像ができるシーンになっておりました。こちらです。私2年前にも来たことがあるんですけど、シュールで、その時はね、ここに慶応のポスターを貼ってくれてたんですよ。今はちょっと変わったみたいですね。ということで、残念ながらお店は開いてなかったんですが、他の見れるところちょっとだけ見に行ってみたいと思います。どんと来いです、マジことぶき。お、もしかしたらこれがみんなが渡った交差点かもしれません。こちらです、この画角だ。なんかここを多分タタタタタタタッと駆け抜けていったんだと思います。タタタって、ちょっと信号の変わるタイミングとか、信号が短いのよ、だから焦って渡ってたのかもしれないですね。こちらなんですけど、わかりますかね。こちら一応場所としては墓地の前になります。ここでゆいちゃんがね、朝早くにアズニャのための曲を考えながら歩いておりました。犬、こんな気持ちだったのかな、ゆいちゃんが犬に出会った時は。そう、こんな画角でアズニャが声をかけてくるみたいなのがあったんですけど、映画の中ではここにゴミ箱があったのかな、あったんだけど、今はそれがなくて、で、ちょっと引きの絵もあったんですよね、それの。こんな感じかな？なんか画角がいろいろあって、すごくね、ある意味、なんか印象深いシーンじゃシーンなので、ちょっと来てみました。いやー、すごいね、すごい。あ、なんかリスがおる。リスがめっちゃ奮闘してる。頑張れ！寒いので多分、いろんな、隠して食べ物を探してるのではと思います。あ、早い。ちょっとね、その墓地のところを歩いてたんですけど、これ中もすごい素敵なのでちょっと見せたいと思います。お見せしますね。こんな感じでカフェもあるし、墓地なんですけど、可愛いお花とか、なんかお店屋さん、あ、インフォメーションセンターみたいなのも本来はやっているそうで、なんか誰でも通っても大丈夫なんですね、きっとね。あ、なんか夜に来たら絶対怖いんだと思うんですけど、朝今来てるのもあって、すごく神聖な感じがしますね。何よりこの冬の景色が素敵です。次にやってきたのがこちら、ウエストブロンプトンステーションということで、こんな感じだったのかな、画角的に。ちょっとブロンプトンって書いてあったんだよ。はい、こちらではですね、麦をはじめ放課後ティータイムのみんながこの辺りをトコトコトコってホテル周辺なので歩いていました。そこだったんだね。抱きしめてもよかですか、マジことぶき。
ということでお届けしてまいりました、ことぶきみなこのマジことぶき。今回は慶応の聖地巡礼をしたかったのですが、できたところとできなかったところとありましてね、これはもう一声というねチャンスをいただきたいなというふうに思っております。また他の場所もね行ける日が来たらいいなというふうに思っているので、楽しみに待っててください。今回最後は麦たちゆいたちが拠点にしていたアールズコートのこのステーションからお別れしたいと思います。またね、バイバーイ。